ダニエル・リチャード・グリーン・ジュニアは、アメリカ合衆国、ニューヨーク州、ノース・バビロン出身のプロバスケットボール選手。NBA のフィラデルフィア・セブンティー・シクサーズに、所属している。ポジションは、シューティングガードとスモール・フォワードを兼ねるスイングマン。元プロバスケットボール選手のジェラルド・グリーンはいとこで、ある。ノース・バビロンハイスクールに入学し、初年度は、バスケットボールだけでなく、 アメリカンフットボールチームでクォーターバックをプレイした。2年次にマンハッタンのセントメリーハイスクールに入学し、3年次には平均20得点、10リバウンド、4アシスト、4ブロックの好成績を残している。2005年のカレッジ進学選手の全米ランクでナンバー8のシューティングガード、全体でナンバー31番目の選手、州では、 ナンバー3の選手と目された。2005年にノースカロライナ大学に進学し、ターヒールズでの初年シーズンはシックスマンであった。2シーズン目で平均5.2得点、2.8リバウンドの成績を残した。2年目を終えた時点で転校を予想されていたが、その後も残り、カレッジキャリアのすべてをノースカロライナ大で終えている。3年時に、 平均22分出場、11.5得点、4.9リバウンド、2.0アシスト、1.2スティール、1.2ブロックの成績を残し、ゴール成功率も46.9%、フリースロー成功率87.3%、3ポイント、成功率37.3%と向上を見せた。4年次信級を前に、2008年 NBA ドラフトに、 アーリーエントリーを表明したが、大学に残る、選択肢を残すために NCWA ルールに、従いエージェントとは契約せず、結局6月16日に大学に残ることを選択した。4年時には、平均27分出場、13.1得点、4.7リバウンド、2.7アシスト、1.8スティール、1.3ブロック、 ゴール成功率47.1%、3ポイント成功率41.8%と成績を、のきなみ向上させた。このシーズンで、ACC オールディフェンシブチームに選ばれ、タイラー・ハンズ・ブローラと共にチームキャプテンを務め、2009年、NCWA チャンピオンを獲得した。主な、記録クリーブランド・キャバリアーズ・クリーブランド・キャバリアーズ。 時代のグリーンノースカロライナ大学を卒業し、2009年 NBA ドラフト2巡目46位でクリーブランドキャバリアーズに指名を受け NBA のプレイヤーとなったが、スードのウェーバー、D リーグなどを経て、2011年サンアントニオスパーズと契約。サンアントニオスパーズスパーズ入団直後はロースターに定着できず苦労したが、2年目で3ポイントシューターとしての 支質が開花し、その高い成功率とタフなディフェンスでスターターに定着した。特に2013年ファイナル第3戦でスパーズは9本中7本を成功させたグリーンを中心とし、ゲイリー・ニールラと共に NBA ファイナル1試合新記録の3ポイント16本を決めた。第6戦では6本のスリーポイントを決め、対戦チームのレイアレンが ボストンセルティックスで2008年に記録したファイナル3ポイント総成功数記録22本を超え、さらに25本まで記録を伸ばした。この時点で成功率は66%であった。さらに第6戦、最終戦ではそれぞれ1本に抑えられ、敗れたものの記録を27本にまで伸ばした。2013から14シーズンは 手の骨折により14試合を欠場したが、68試合に出場、59試合に先発し、3ポイントを135本、41.5%の効率で決めた。ファイナルを含めたプレイオフでは、すべての試合に先発出場し、安定した3ポイントと、タフなディフェンスで重要な場面でスティールを成功させ、主力として優勝に貢献した。 この優勝により、マイケル・ジョーダン、ジェームズ・オージーと、同じく NCWA 及び NBA で、チャンピオンとなったノースカロライナ大学出身選手の仲間入りを果たした。2014年7月、ノースカロライナ大学、クリーブランド・キャバリアーズ時代の背番号14に、戻すと公表した。2014から15シーズンは、クワイ・レナードと共にダブルスウィングマンとして、 スターターに定着し、ディフェンスでは、相手エストのマッチアップも増え、オフェンスでは、従来のスポットアップの3ポイントに加え、カットプレイなどのバラエティも増やして、ロールプレイヤー的な選手から、主軸選手へと変貌した。1月22日のワシントンウィザーズ戦で、スパーズ史上最速の256試合で、500から3ポイント成功を達成した。500以上を達成選手は、 マヌジノビリ、ブルース・ボーエン、マット・ボナー、ショーン・エリオットを含め5人。3月12日、クリーブランド・キャバリアーズ戦で5本の3ポイントを決め、5本以上を記録した、試合数を29試合とし、マヌジノビリのスパーズ記録に並んだ。4月12日、フェニックス・サンズ戦で3本の3ポイントを決め、シーズン3ポイント成功数を191とし、 正確なショットから、ライフルマンと呼ばれた、チャック・パーソンの1998年の190を抜き、スパーズのフランチャイズ記録を達成した。2015年7月1日、フリーエージェントとなった同日に、スパーズと4年4500万ドルの再契約に合意し、7月14日、契約にサインした。2015から16シーズンは、開幕から、 自身の最大の武器である3ポイントの調子が上がらず苦戦したが安定したディフェンス能力を発揮しチームのコースタートに貢献した2016年1月6日のユタジャズ戦で662本目となる3ポイントを決めスパーズフランチャイズ記録でブルース・ボーエンを抜き2位となった2016年11月9日 左大大金の故障が回復し、シーズン初出場となった。2016-17シーズンの NBA オールディフェンシブチームのセカンドチームに選ばれた。2017年12月28日のニューヨークニックス戦でリーグ127人目となる3ポイント成功数900を記録した。トロントラプターズ2018年7月18日。 カワイ・レナードとデマーデ・ローザンを含む大型トレードでトロントラプターズに移籍した。ロサンゼルス・レイカーズ2019年7月6日、レイカーズはグリーンと2年3000万ドルの契約を交わした。2019年10月22日、開幕のロサンゼルス・クリッパーズ戦にてデビューし、32分間の出場した後9本中7本のスリーポイントを沈め、28得点を 記録したが112から102で敗北した。そして28得点は、カリーム・アブドゥル・ジャバーのレイカーズのデビュー戦の27得点を上回り、デビュー戦得点記録として、レイカーズのフランチャイズ最高記録となった。フィラデルフィア・セブンティー・シクサーズ2020年11月18日に、デニス・シュレーダーとのトレードでジェイデン・マクダニエルズの 交渉権と共にオクラホマシティサンダーへ移籍し、さらに12月8日、あるホーフォードとテオマレドンラの交渉権と将来のドラフト指名権のトレードでフィラデルフィアセブンティー・シクサーズへ移籍した。2020から21シーズン終了後、シクサーズと2年2000万ドルの条件で再契約した。3P シュートとディフェンスに優れたウィング。スイングマンの中では、 運動量に加えて、ブロックが多い方で、特に、トランジッションデフェンスでのブロックを得意としている。フリースローが高確率であり、チームスローの際に担当することも多い。ありがとうございます。